皆さんこんにちは、星の子です。今日はね、もうずっとリクエストいただいていた私が愛用しているキッチン用品の紹介をしたいと思います。それでは早速スタート。じゃあまず料理動画でよく登場している、じゃんこちら、まな板、木のまな板ですね。こちらもすごい質問いただくんですけど、 IKEA で購入しました。 IKEA のまな板2代目です。すごく丈夫なんだけど、なんかね、油をこぼした時にそこからひび割れしちゃって、また買い替えました。こんな感じの木のまな板です。で、このちっちゃいまな板も、これも IKEA です。これは登場したかな。フルーツ切る時とか、パンをね、切る時とかはこれを使ってます。で、あとこれも料理動画でよく登場する京セラさんのまな板、白と黒。こちらはなんかお肉とかお魚、あとニンニクとか匂いのするものはこのまな板で使い分けてます。で、あとね、これもすっごい質問いただくんだけど、じゃーん、シンクの上に置いてある白と黒のこのボトルは何ってね、よく質問いただくんだけど、これはこっちがハンドソープで、こっちが食器洗剤を入れてるもので、ちょっと一回電池オフにして、ここに手をかざすとセンサーが反応して自動でソープが出てくるっていうものです。これは UMBRA、 これね、楽天ルームに載せてます。デメリットは白いものしか反応しないので、黒いスポンジだったら反応しないんですよ。だから一回手でこう反応させて出すみたいな、まあ基本白いね、こういうスポンジしか使わないので、これはずっと愛用してます。あと、これも白黒なんだけど、本当にこれは便利で、めちゃくちゃみんなにご了承してるんだけど、こちらは京セラさんのもので、電動ミルです。こちらもね、タイアップした時にいただきました。白がブラックペッパーで、こちらが岩塩を入れてます。こういう風に置けるんですよ。なのでコンロ脇に置いてます。で、使う時にシャッと取って、この真ん中のボタンを押すと、ここがミルになっていて、ビーって出てきます。ちょっと説明が下手くそ。こちらもおすすめで、あとこの前ダイソーの購入品でチラッと写したお玉とか、どこのですかって質問がめちゃくちゃ多かったので、そちらも紹介します。じゃーん、こちらですね。これ最近買い替えました。これがホーローのお玉とフライ返しです。職人さん手作りのものらしいです。ホーローはね、長持ちするし汚れもつきにくいのでいいかなと思って買いました。あと、この引っ掛ける部分があるのがね、一番の決め手でした。真っ白かわいいですよね。最近ホワイトのもののキッチンツールに買い替え中です。ダイソーで買ったこのフックに引っ掛けてます。結構楽天で買うことが多いので、楽天ルームに載せておきます。その方が皆さん分かりやすいかなと思うので、概要欄から見てみてください。で、このトングが、これも買い替えたんですけど、最近林内スタイル楽天市場店っていうショップで買いました。で、これはここがナイロン素材になってるので、傷つきにくいし250度まで耐えれるので、揚げ物とかにも使えます。炒め物とか、ここもね、ちょっとホワイトなのでいいなと思って買いました。で、これがですね、これがタワーのもので、シリコンタイプのものになっているので、これで炒め物をしたりとか、あとここにこういうのがついているので、こうやって置いたとしてもこの部分がつかないで済むっていうね、とっても使い勝手のいいお玉、なんていうの、こういうのシリコンタイプは熱に強くて弾力性に優れてて滑りにくかったりとか、フライパンはね、傷つきにくいっていう便利な調理ツールかなと思います。よく見てみると 5cc とか 15cc って書いてあるんだけど、ここで小さじと大さじが測れるヘラになってます。で、ちょっと丸くなってるから、こうすくったりとかもしやすいし、まあ炒める時も使えるし、使い勝手のいいシリコンベラですね。で、これセットになってて、菜箸とこちらシリコンスプーン、味噌とかすくったりとかしやすいおやつ、あとバターをね、塗る時とかもすごい使えます、これ。で、これも同じようにここにポコってなってるので、下につかずに置ける、安定しますね。で、あとはこちらのスパチュラ、これも混ぜる時に使ったりとか、すくったりとか、何か集める時とかにもすごい使いやすいです。この中は全部ホワイトのもので買い揃いました。この調味料スプーンも先ほどのお玉と一緒で、同じショップでホーローの清涼スプーンです。で、これとこれ、これがケブンハウンっていうところのものです。これも2点セットでした。穴なしのこういう大きいスプーンと、こちらが穴ありの大きいスプーン、
まあ、こうゆで卵を茹でるときによく使ってます。あとこう具材だけ、汁物の具材だけをこうすくって取るときとかに使います。まあ、さっきのこちらのねタワーのものと似てるんですけど、これも炒め物とかに使ったりとか、スープ作るときに使ったり、お玉代わりとしても使えるし、浅いからフライ返しとしても使えるっていう万能な大きめのスプーンです。これもよく使ってます。でこれも楽天でね、カラーズってところのセラミックピーラーです。セラミックピーラーすごい切りやすいです。これが363円だったのでとっても安い、なのにすごい使いやすい、おすすめ。これはなんかカイコーポレーションっていうブランドのものです。マッシャーです。潰すやつ、卵とか茹でたじゃがいもをこう潰したりとかするときに使うやつ。でこれがステンレスの泡立て器、これも白いもの全部白で、これも同じカイコーポレーションのもので、でこれはステンレスバサミでキッチンバサミです。ここにギザギザってなってるので、ここでこうカニとか割ったりできるっていうやつで、これは100均で買った大さじ小さじの測れるスプーン、粉物を取るときとか便利。これは東急ハンズで買った味噌なんとか、味噌をこうくるくるってやってこのまま溶けるっていうやつです。でこれがこれもダイソーで買った油をねこう塗るやつです。フライパンにこんな感じ、基本は、まあ、ここに入れてるんですけど、ここに入りきらなかったものはこの後ろの棚のここに入れてあります。まあ、この辺はもうだいぶ昔に買ったものなので、どこのものかっていうのも忘れちゃったんだけど、軽く紹介しますね。あ、これはよくね使います。お味噌汁とかの出汁を取るときに絶対これで使ってますね。ここね鍋に引っかかるんですよ、こういう風に。なのでここでカツをいっぱい入れて出汁を取ったりしてます。これがヘンケルスのものです。昔ねすごい好きだったブランド。これは100均でしょ、ピザ開けるやつ。なんかコストコのピザ買った時に必要だなと思って買ったやつです。でこれ着火も、あとこれ骨抜きの、これも100均、これも100均でしょ。これ必要だよね、調味料入れ替える時。パスタのトング、これも確かヘンケレスのやつです。であとは棒ね、こねたものをこう伸ばしたりとか何か叩いたりとか、あとは木のお玉、お鍋の時に使ってます。あとなぜかダイソーのたこ焼きのマドラーはね、これフランフラン、かわいい。うん、こんな感じ。あとこれ温度計、こんな感じのこれを使ってます。あとよく質問いただくこれ、この計量カップ、これはイケアのものです。シンプルで使いやすい。あとは包丁も何がいいですかってすごい質問いただくんですけど、私が一番気に入ってるのはグローバルの包丁です。これが使いやすいんだよ、切りやすいんだよって言ってじゅんたんが買ってくれました。人気ですよねこの包丁は。でサイズがいろいろあるみたいで、私は何なのこのサイズ、ちょっと分かったら載せておきます。あとは京セラさんからいただいた包丁、これもセラミック包丁でとっても使いやすくて、いただいてから一回も包丁研ぎしてないんですけど、めっちゃ切り味がやばい。もう本当にスッて切れるから、料理し始めの人は手切っちゃうんじゃないか、危ないんじゃないかなって思うぐらいスッて切れるので、とってもおすすめ、切りやすいです。千切りとかするときめちゃくちゃ切りやすい。であとこのパン切り包丁も真っ白で可愛い。もう最近白にハマりすぎて、はい。でこちらなんだっけ、話が飛んじゃった。何パン切り包丁もこんな切りやすいパン切り包丁初めてって思うぐらい切りやすい包丁はこの3点。あとフルーツを切る時の包丁はこれを使ってて、これもヘンケレスのやつですね。ヘレンケレス、あ、ヘンケレス、あれこの4点かな。まだあるんだけどこの4本しか使ってない。で包丁研ぎもちなみにヘンケレスのものを使ってます。あとこれもすっごい質問いただいてたのでちょっと紹介します。これも京セラのもので、こうやって全部ひとまとめになってるんですけど、蓋を開けるとこれが千切りできるやつで、これがスライサーできるやつで、おろし器がワンセットになってます。これめっちゃおすすめ、使いやすいし保管もしやすい。じゃん。あとねよく質問いただく白いバットとか白いタッパーとか、あとこういう白いボール、これはねいつもどこですかって言われるんだけど、これは全部アクタスっていうところで買いました。白で揃えてます。あとこの透明のボール、耐熱ボールは
いわきっていうところのもので、こうサイズ違いでセットで買ったんですよ。そう、あとはいつも使ってるこういう白いね鍋とかフライパン、こちらなんですけど、キッチンシェフのダイヤモンドコートパンの12点セットのものを使ってます。これはね前にも紹介してあるので、詳しく知りたい方はそちらをねぜひ見てください。私の動画を見てこれめちゃくちゃ買ってくれた人が多かったみたいで、使ってみた感想とかをたくさんくれたんですけど、もうみんな絶賛してました。で、扱い方法についてもすごい聞かれるんですけど、ちょっと軽く説明しますね。本当にあの汚れもつきにくいので、これって言ってなんか大した説明じゃないんですけど、普通のね柔らかいスポンジで洗った後どうしても落ちなかった場合は、必ずメラミンスポンジでこすって汚れを落とします。そうすればそう汚れがすっきり落ちます。あとは使い終わった後、特別な加工がしてあるので、まだねこう鍋が熱い状態で冷やしちゃう、冷たい水で洗っちゃうっていうのはもう絶対 NG。 それさえ守ればとっても使いやすいお鍋フライパンになってます。取っ手が取れるので収納する時とかもすごい便利。これはもうねめちゃくちゃゴリ押しです。以上、私のね使っているキッチン用品を紹介しました。まだ紹介しきれてないものとかもあるんだけど、特にいつも質問の多いものを紹介してみました。他にもね、あれどこのこれどこのっていうのがあれば、ちょっとコメント欄多分また無効にされてしまったので、もう悲しい、なんでもう、まあはい、しょうがないね。はい、インスタのね DM とか Twitter のリップとか見てるので、そちらにコメントください。ということで、この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。頭が、またねー。